ストライクショット。こんにちは、モンストの中のその場長トッパナイです。さあ今日は参ります。いざ波ゼロ、怖い世界だ。使ってみるぞよ。もうだって見た目が怖すぎますもんね。もうドドロドロしい。勝てんのかっていうね。怖いよ。こう見えて火属性ということで。そうですね、ね、早速見ていこうと思います。いきましょう、スタート。スタート。じゃあはい、ステータス見てみましょう。このなんか白黒っぽい、ちょっとうわっ、めっちゃキラーっていうか、すごいアビリティが半端ない。聖騎士キラーと妖精キラー M がついてますね。そのイザナミにプラスしてクワトロアリビリティ、スピード型じゃなかったし、友情コンボも変わっている。ウィーッ、元のイザナミから結構変わってますね。結構変わってますね。むしろ同じとこなんだ。アンチ重力周り、アンチワッパー一緒です。ああ、そっか、それプラスキラーが乗ってるってことですね、うん、で反射レーザーだったけど、友情コンボはおお、メテオ、メテオになったんですね。え、一気に死んだ。ピットン、え、二十何万とか出てましたね。もう一発当ててみる。ダメージ量19万出て死んでるから、優位属性で19万出てるって感じなのか。うん、ストライクショットです。いきましょう。どんなストライクショットですか。狙った方向に反射波動砲を放つ。ほう、じゃあこうしてちょっと波動砲だから今回動かないと、動かないかな。黄泉の汚れにまみれるがいい。おお、あ、イザナミの反射レーザーみたいなのが出るわけですね。出ましたね。何回反射してたんだろう。140万。ちょっと見直しましょうか。見直してみましょう。はい、狙った方向に反射する波動砲が放たれるから、うん、結構太めでしたね。太めでしたね。弱点横出手したいですね。そうです。黄泉の汚れにまみれるがいい。わかんない。なんかすごい適当に、うん、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 くらいいってそうな感じだったけど。はい、うん、ということでステータスはこちらになります。スピード速くない？スピード型だ。すごい。あれ、前バランスとかじゃなかったっけ。前バランス型でした。で、ね、変わってますね。速い、なんか速かった。300、400くらいいきますよね。400ぐらいぐらいかな。計算がもう狙ってるんですけど。で、はい、ポイント、はい、ポイントはじゃん、クワトロアビリティ、つまり4つアビリティ持ってるという、はい、そうですね。そして新 SS、はい、反射波動砲、はい、新しいです、うん、あとメイン友情コンボに調教メテオが初めてつきました、はい、そうですというところでございます。属性は闇に落ちしているように見えますが、火属性でございます。イザナミよりもアビリティが2個増えてますからね、うん、キラーがね、うん、2つ続いていて、いいですよね。妖精キラー M が輝いてましたね。ですね。で、ストライクショットはもう全然違うものになってるので、うん、確かに前は、メテオかな、メテオだったんですけど、うん、18段で打てる発射波動砲と、はい、はい、結構いいですよね、うん、そして友情コンボも全然違う調教メテオになって、逆になったみたいな感じですね、はい、あ、確かにストライクショットと友情コンボが ねトレードされてる感じ。はい、ということで、うん、いけそうなクエストは今回はスノーマン、スノーマンに行きました、うん、妖精のボスですね、うん、他にも妖精のボスだと、うん、あれです、ノッコちゃんとかムラサメとかがいるので、ノッコちゃんとかだともうギミックもね完全に合ってま す、ね、重力バリアとワープなので、うんうんうん、そこら辺は合うかなと思いますというところと、あと、うんうん、クシナダが友情コンボの調教メテオ一発が、はいはい、スプリッツァーに入るとスプリッツァーが妖精族なんですよ。あ、そうなんだ。そうなんで結構ちっちゃいのだと一撃でどんどん倒していけるので、はいはい、結構ね、向こうもやってくるじゃないですか、ビリビリって、うんうんうん、あれをね回避できるかもしれません。ワープもあるしね、はい、いいかなと思います。そうですね、うん、って感じかなって感じでございますね、うん、みんなゲットもできたんでしょうか。難しいのかな、まだやってない証拠ないけど、はい、はい、以上、以上、イザナミゼロ、はい、これはあれですか、アニメとアニメにも登場している、今日ですね、今日ですね、はい、土曜日 3DS にも登場する、登場しております。というわけで、はい、アニメ、3DS、モンスト、すべてで登場する共通の
キャラですね。インドマミゼロでございました。はい、皆さんぜひゲットしてみて使ってみてください。ではバイバイ。ご視聴ありがとうございます。モンスト公式チャンネルを登録されていない方はぜひ登録お願いします。スマートフォンからご覧の方はこの動画の下にあるチャンネル登録ボタンより登録お願いいたします。またモンストアニメの公式チャンネルもあるので概要欄からチェックしてみてください。パソコンよりご覧の方はこの画面の上にあるボタンから登録をお願いします。では引き続きよろしくお願いします。バイバイ。